皆さんこんにちは、編み編みカンクルクロシェットです。今回は餅つきうさぎのうさぎさんがお餅をついているうすとお餅の作り方をご紹介いたします。今回使用するのはうすに使うベージュの糸とお餅に使う白い毛糸、中に詰める綿とハサミ、とじ針、5号のかぎ針です。それではまずベージュの糸を使ってうすを編んでいきます。まずはじめに輪の作り目をします。鎖編み1目で立ち上げてから輪の中に細編みを8回編み入れます。1、2、3、4、5、6、7、8回輪を引き締めます。糸端を引っ張って二重になっている輪の内側の糸を引っ張ります。もう一度糸端を引っ張って、これで輪が引き締まりました。はじめの目に針を入れて引き抜き編みをします。これで1段目が出来上がりました。次に鎖編み1目で立ち上げてから2段目を編んでいきます。2段目は1目に2回ずつ細編みを編み入れていきます。次の目にも細編みを2回、次の目にも細編みを2回、同じ作業を繰り返しながら1周編んでいきます。1周編めたら、はじめの目に引き抜き編みをします。これで2段目ができて、目の数が16目になりました。次に3段目を編んでいきます。また鎖編み1目で立ち上げてから、まずははじめの目に細編みを1回編みます。次の目には細編みを2回編んで増やし目をします。次の目には細編みを1回、次の目には細編みを2回編みます。同じように細編み1回と細編み2回を繰り返しながら1周編んでいきます。細編みで1目に1回ずつ編み入れながら1周編んでいきます。
一周編めたら、はじめの目に引き抜き編みをして、これで4段目までが編めました。次に5段目を編んでいきます。鎖編み1目で立ち上げてから、はじめの目から順番に1目に1回ずつ細編みを編み入れながら、目の数を変えずにそのまま1周編んでいきます。1周編めたら、はじめの目に引き抜き編みをします。これで5段目までが編めました。目の数は変わらず24目のままです。鎖編み1目で立ち上げてから、この段も目の数を変えずに1目に1回ずつ細編みを編んでいきます。同じ作業を繰り返しながら、8段目まで目の数を変えず、そのまま24目のままで編み進めていきます。8段目までが編み終わったところです。次に最後の段、9段目を編んでいきます。鎖編み1目で立ち上げてから、この段ではバック細編みで1周編んでいきます。最後の目に、前の段の最後の目に針を入れて、普通に細編みを編みます。また1目戻ったところに細編みを編みます。逆向きに細編みで1周編んでいきます。バック細編みで1周24目が編めたところです。最後にひっくり返して、はじめの目に引き抜き編みをしたら、カットします。最後にとじ針で糸を始末します。これで臼が出来上がりました。次に白い糸を使って臼の中に入れるお餅を編んでいきます。まずは輪の作り目をします。鎖編み1目で立ち上げてから、輪の中に細編みを6回編みます。1、2、
5、6、ここで糸端を引っ張って輪を引き締めます。二重になっている輪の縮んだ方の内側の糸を引っ張って最後に糸端をもう一度引っ張ってこれで輪が引き締まりました。はじめの目に針を入れて引き抜き編みをします。次に鎖編み1目で立ち上げてから2段目を編んでいきます。2段目は1目に2回ずつ細編みを編み入れながら1周編んでいきます。1周編めたら、はじめの目に引き抜き編みをします。これで2段目が編めて、目の数が12目になりました。次に3段目を編んでいきます。鎖編み1目で立ち上げてから、はじめの目から順番に細編みを3目編みます。細編みを3目編んだら次の目に細編み2回を編み入れて増やし目をします。次の目からまた順番に細編みを3目編みます。3目編んだら次の目に細編みを2回編みます。また細編みを順番に3目編みます。最後の目にも同じように細編み2目を編んでこれで1周できましたので、はじめの目に引き抜き編みをします。ここまでで3段目までが編めて、目の数は15目になっています。次に4段目を編んでいきます。鎖編み1目で立ち上げてからはじめの目から順番に今度は細編みを4目編みます。細編み4目を編んだら次の目で細編み2目を編んで増やし目をします。次の目から順番にまた細編みを4目編みます。2、3、4、細編み4目が編めたら次の目に細編み2回を編んで増やし目をします。最後も同じです。細編みをまずは4目編みます。2、3、4目編めたら、次の目に細編み2目を編んで増やし目をします。これで1周できましたので、はじめの目に引き抜き編みをします。までで4段目までが編めました。目の数は18目になっています。次に5段目を編んでいきます。
鎖編み一目で立ち上げてから、この段では目の数を変えずに一目に1回ずつ細編みを編み入れて一周編んでいきます。1周編めて引き抜き編みをしたら、これで5段目ができたことになります。目の数は変わらず18目のままです。次に6段目を編んでいきます。鎖編み1目で立ち上げてから、まずは8目の目から順番に細編みを4目編みます。次の2目で細編み2目一度を編んで1目減らし目をします。次の目からまた順番に細編みを4目編みます。3、4、細編み4目が編めたら、次の2目に細編み2目一度を編んで1目減らし目をします。もう一度同じ作業をします。細編みを1、2、3、4目編んだら、最後の2目で細編み2目一度を編みます。これで1周編めましたので、始めの目に引き抜き編みをします。これで6段目までが編めました。次に7段目を編みます。鎖編み1目で立ち上げてから、始めの目から順番に細編みを3目編みます。1、2、3目。次の2目で細編み2目一度を編んで減らし目をします。また次の目から順番に細編みを3目編みます。次の2目で細編み2目一度を編んで1目減らし目をします。もう一度同じ作業をします。細編みを3目編んでから、最後の2目で細編み2目一度を編んで、これで1周編めましたので、はじめの目に引き抜き編みをします。これで7段目までが編めました。目の数は12目になっています。次で最後の段です。細編み1目で立ち上げてから、鎖編み1目で立ち上げてから、細編み2目一度を繰り返しながら1周編んでいきます。
周編めて目の数が6目になったところで、はじめの目に引き抜き編みをして糸をカットします。真ん中から出ている編み始めの糸はそのまま短くカットしておきます。最後に中に綿を詰めていきます。中にしっかりと綿が詰まったら、最後にとじ針を使って穴を塞いでいきます。これでお餅の完成になります。臼の中に入れて、これで臼とお餅のセットの出来上がりです。